ペレットストーブ販売成功、モクスペレット製造販売、ペレットマン群馬です。沼田のお客様の打ち合わせが終わりまして、今から渋川の会社に戻るところです。4月10日、春らしい今日は陽気になっています。世の中ではコロナの問題でさまざまな憶測やら制約やらいろんな問題が起きています。一つ言えるのは、予防も感染もまた仕事も今できることをそれぞれがしっかりとやって、一日も早い収束のために前を向いて頑張っていくこと、それに尽きると思います。今日も一日頑張っていきたいと思います。ペレットストーブのこと、木質ペレットのこと、何かございましたら私どもペレットマン群馬までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。